どうもこんにちは、あたりです。今回はこの今やってるイベント虹色の約束、この課題曲 We Are Stars 伝説級のハイスコアにチャレンジしていきたいと思います。はい、というわけでもうまあ早速ね、ハイスコアランキング見ていきましょうよ。現在のハイスコアランキング1227位、低いね低いね、こんなに低いと思わなかった。ご褒美もらえないんじゃないかな。確か毎回800位ぐらいなんですけども、ハイスコアランキング800位ですよ。800位以内狙っていきましょうよ。まだねこのハイスコアを狙った編成で曲をプレイしていないんで、今回はハイスコアを狙ってやっていきます。 We Are Stars ね、もう伝説級です。191万か。今まではねこのピックアップ、ね、スーパーレアを入れた編成で、まあ、プレイしていたんですけども、今回はハイスコアをしっかり狙っていく編成、全部プレミアムレアですよ。全部プレミアムレアを入れてプレイしていきます。まずやっぱねこれですよ、キュートオーラアップ、ね、3人とも入れつつ、まあなんて言うんでしょう、ポイント稼ぎ隊がいるわけです。ここね、お二人は、まあ、やっぱりこうアイカツスターズの今回曲だからやっぱり入れておきつつの、まどかちゃんとマリアちゃん、ここ結構重要なんですよ。この2人がね、まあ、プレミアムレア、これなんてメドレーのご褒美でもらったものなんですけども、チャームロードを進めるとめちゃくちゃポイントが上がるの。だからここはねぜひともチャームロード進めて、まあ底上げ、していければなと、していったらどうですかっていうところです。まあこういう感じね。これさ、マリアちゃんをさイチゴちゃんにするとさ、待って、マリアちゃんをイチゴちゃんにするとほらユニットオーラ見て2600も減るの。こうね、まどかちゃんにすると2500減る。これぐらい変わってくるんだよね。ね、だから、まあ、ちゃんとね持ってる人はチャームロード進めて、グッと、ね、パワーを底上げしていければ、いいと思いますよ。はい、んじゃあ行きましょう。僕の練習の成果をしっかり見せる時です。行きやす、行きましょう。211万2508。これなんかねポイントが出るときと出ないときがね結構ね差が激しいんだよ。パネルあるじゃん、顔のパネル、あれが出るときと出ないときで10万ぐらいねポイントの差があるからね、多分今回はねちょっと低い方なんじゃないかなって思っておる。さあじゃあ確認しましょうか、どれぐらい順位が上がったのか。はい、確認です。ハイスコアランキング211万ポイントだとどれぐらい、どうだ、
419位。いいじゃん。これちょっともう一回やろうかな。ちょっともう一回やってみるわ。うん、やっぱ218万出たね。今顔パネル最後に、本当に最後の最後で1回出たから、やっぱね5万変わってくるわけよ。これがね、運がいいのか何なのか分かんないけど、もうね結構ボッとね差が出るんですよね。もう5万ぐらい多分差が出ると思う、うん、ちょっとじゃあ順位確認しようか。218万ポイントだとどんなもん。さあ順位確認、ハイスコアランキング264位。まあでも250位だったかな、シルバートロフィーだと。マジでこっちやね、ハイスコアランキング。ああ200位だね。さすがにシルバートロフィーまではまだ足そうだ。はい、というわけで We are Stars 伝説級ハイスコアランキング狙っていきました。264位で決着。まあ、決着じゃないけどもね。はい。というわけで、いかがだったでしょうか？次回も頑張っていきたいと思います。それじゃあまた次回。バイバイ。